日本の景観を語るとき、田舎道にはいつもあったのが、田んぼのあぜ道にポンと立っている電信柱。この電柱が、新しい街づくりでは景観を損なうと、地中に埋めるという流れが多くなってきている。2020年には東京五輪もあり、地中に電線を埋めて景観を良くするため、東京の電線は、すべて地中に埋められる計画もあるとか。しかし、この電線地中埋設化が全国で進むにつれて、思わぬ災い界な問題も吹き出てきており、メリットとデメリットがあることが知られてきている。そんな、日本の電柱のある風景が、海外の方には不思議なことだったようです。では、どうぞ。景観の改善や防災の観点から、日本でも徐々に進んでいる電線地中化。日本で、初めて、電線の地中化が行われたのは、兵庫県芦屋市の高級住宅街で、1928年、昭和3年のことだったそうです。メリットとしては、景観が改善される、地震や台風で電柱が倒れることがない、災害時、垂れ下がった電線が、緊急用車両の通行の邪魔をする危険がなくなる、地震の際、地中化された電線の方が架空線より破損しにくいなど、いくつかあります。一方で当然デメリットもあり、目視による破損箇所の特定が難しくなる、地震等で破損した場合、折り返し工事が必要になる復旧が遅れるなど、災害には強いが、破損した場合は、復旧に時間を要することになるようです。また、電気事業連合会の発表によると、地中での整備費は、1キロあたり4億から5億円。これは、電柱の約20倍と、コスト面でもデメリットは大きいようです。様々な理由から、欧米諸国に比べ遅れている日本の電線地中化、無電柱化。電線が張り巡らされた光景に、外国人の反応は、さて、海外の反応。アメリカでも見られる光景だよ。こっちの場合は都市部だと裏道に設置されてる。田舎の方だと道路に沿って電柱があることが多いね。アメリカ。地中化されたら、光景がどう様変わりするのかを見てみたくはあるね。イギリス。電気技師にとっては悪夢のような光景だな。オランダ。なんで地中に埋めちゃわないんだろう？地震が多いのが問題なのか？アメリカ。もし、トラックか車が電柱に衝突しちゃったら悪夢だなこりゃ。地域一帯が停電の中夜を過ごさなきゃいけないことが時々ありそう。アメリカ。地震が多い国だからだろうな。地中よりも地上にあった方が修復が簡単なんだよ。アメリカ。いい指摘だ。あのエリアが環太平洋火山帯とかって呼ばれてるのを忘れてた。イギリス。なるへそ、って思ったけど、台風対策としては、地下の方がいいんじゃ。ドイツ。俺も、台風の時は、余計に被害が多そうだなって思った。オーストラリア。違うな。あれは、ゴジラを捕まえるための罠なんだよ。アメリカ。目から何か落ちたと思ったら鱗だった。なんで、地上に電線を張り巡らせてるのか、その理由を知りたかったんだよ。日本だと、家の壁にも、いろんな線が取り付けられてるよね。だけど、君が、その謎を解いてくれたっぽい。アメリカ。自分は東欧に住んでるけど、ああいう電線の張り方は違法なんだ。ケーブルって言うと、大体、電気ケーブルかネット用のケーブルなんだけど、ヨーロッパだと地中化が義務付けられてるんだよ。ルーマニア。3週間前日本に行ったけど、その通りだ。そこら中に電線が張り巡らされてる。それから、トンボがやたらいて、耳元で何回もブンブンやられた。アメリカ。酔っ払いによってケーブルが切られちゃうこともありえるのか。フィリピン。まあ、日本は地震が多い国だから、の一言に尽きるな。カンボジア。現代にあんな古いタイプの電線が。技術者自体ほんの一握りしか残ってないんじゃないの、オーストラリア。電話や電気はどれくらい安定してんのかね。だって、あれは普通に張り巡らせすぎだと思うんだよ。例えば、
誰かが電柱を壊したりしちゃった場合、復旧させるまでにどれくらいの時間を要することになるんだろう。イギリス。日本人から聞いた話だと、地震云々よりもコストの問題らしい。アメリカ。個人的にはコストの方が納得のいく理由だな。ドイツ。台風と地震が多い国だから。台風は暴風よりも洪水の方が問題なんだよ。地震の場合も地下だと間違いなくケーブルにダメージを起こす。イギリス。イギリスでもこんな感じの電線なるよ。地震がないにもかかわらず。イギリス。俺の国だと都市部を除いたほとんどの地域で地上に電線があるぞ。確かに地上にあった方が修復は簡単だ。だけど嵐が起こると簡単に停電になっちまう。木が電線の上に倒れた場合や車が電柱にぶつかった場合なんかは特に。アメリカ。コロラドだとほとんどの電線は地下にあるな。俺も言わせてもらうけど地震がないにもかかわらずね。アメリカ。インドとか開発途上国とは比較にならないよ。似たようなもんだけど。アメリカ。ブラジルと全く同じ。主な理由としては岩地が多いことと設置するのが安いことかな。修復する分には高くなっちゃうんだけどね。だから関連会社はお金を稼ぎやすいんだ。ブラジル。フィリピンの電線はこれよりもはるかにカオスってるぞ。オーストラリア。この光景にはちょっとノーコメントだわ。ポーランド。安全そうには見えないなあ。しかも電線が風に揺れる時の音って薄気味悪いし。アメリカ。俺はずっとアジアの都市や街の風景に趣を与えてると思ってたよ。アメリカ。ここで電柱地中化について再度メリットとデメリットをまとめてみた。まずはメリットは次の3つがポイントとなるのか。景観を損なわない、災害から人を守る、バリアフリー等、安心安全な最新鋭の街づくりが可能。一方のデメリットとしては次の4つがポイントとなる。埋設費用が高い、メンテナンスに手間がかかる、監視カメラを設置できない、ネット化を阻む。ということで電線の地中化が情報格差を生む思わぬ原因となることもあり、なかなか難しい問題もありそうなのだが、しかし今後は災害にも強い電線地中化は進み、景観や生活環境が良くなる方向に進むのは確実である。でもこれでちょっぴり寂しいのは、10年後20年後は電柱に止まっているカラスを見かけるのもなくなることかも。あ、モグラさんも大変だし、彼らの生態系にもきっと変化が起こるんでしょうね。